りの返しが、ああこっち長いですね。木の根っこに足が取られてますね。3度目の。左も前の桃を使わないように。なんじゃこれ。なんか拾っとこう。この脇のポケット、メッシュのポケットすごい使いやすい。筋がすごい背中の上の方なんで安定している感じがすごくあります。中華そば五右衛門さんっていうお店行ってみようと思います。これ新しいリュックですね。背負うと、こんな感じ。やっぱしんどい。すぐ息が上がってきます。それにしてもずっと登り、しんどい。よいしょ。天狗、天狗ですね。うちね。うん、底沢バス停方面まで一回降りて戻ってきます。さあどんぐらい時間かかるかな。よいしょ。高速に出てきました、高速道路工事中です。よし。この道路出たところで、戻ってきます。もう一回さっきの小仏方面に 1.8 キロ。甲州街道上りの返しが、ああこっち長いですね。全然走れてない。歩いて上るので精一杯ですね。よいしょ。こっちの上り長いわ。走っていく。小仏峠戻ってきました。しんどかった。ここの上り結構きつかったですね。よいしょ。最初の日陰沢の方に持っていきます。この辺ちょっとだけ走れてる。よいしょ。見て、青ね木の根っこに足が取られてますね。階段がやや続くな。小仏城山戻ってきました。3回目、小仏城山ですね。戻ってきました。しんど。3時間9分で今15キロ、累積1300ですね。よいしょ。3度目の天狗さん。3度目です。あーしんどい。どシャーッと下るだけ。下りは気持ちいい。でも下りも前の桃を使わないように意識した走りを練習。あーゲート来た。エアーゲート、よいしょ。ゲート通ってどんどん下に、降りていきます。下りの降り方、走り方、体の使い方、筋肉の使い方、この辺は
研究の余地がありますね。これまだまだ足の筋肉、太ももの筋肉を使わないように、下っていく、その練習大事ですね。なんじゃこれ、なんか拾っとこう。キャンプ場の脇を抜けて、下に降りていきます。よいしょ、ちょっとゴミ拾っておきましょう。この脇のポケット、メッシュのポケット、すごい使いやすいですね。なんか拾ったゴミとか結構大きくなってきたんですけれども、全然伸びるんで余裕で入りますね。出し入れしやすいし、すごい便利。前のポケットのこのドリンクホルダーも、まあ普段はこっち側は携帯でも入れててもいいかなぐらいな、ちょっと携帯が大きいんで、ちょっとなかなか横とかメッシュに入らないんですけれども、まあ2個ボトルを使うってことがあんまないんで、とりあえず当面は片っぽこの携帯を入れていきたいなというふうに思います。あとこれやっぱ重心がすごい背中の上の方なんで、あの安定している感じがすごくあります。今までのザックちょっとまあ大きいものだったりもするんですけれども、青いやつちょっとボロかったですけど、あれなんかもまあやっぱ背中真ん中ぐらいなんで、このザックアンサー4のザックはすごく背中の上の方に荷物が入る状態なので、走ってる間だとかすごく安定しています。この辺がすごく空いているんで、今までと違う形のザックだと思うんですけれども、まあ、非常にこの形はいいなっていうのがよくわかります。皆さんが使う理由もそういうところなんだろうなっていうふうなことですよね。勝手にもう宣伝していこうというふうに思っております。ゴールですね。ゴール到着です。お疲れ様でした。今日は、小仏城山の方に登っていって、そこから、大だるみ峠の方に降りていく。でそこからまた再び登り返して小仏城山まで戻ってきて、で今度は、小仏の駐車場の方に、降りていきました。でそこからまた登り返してきて、底沢バス停、甲州街道っていうんですかね、そっちの方をまた降りていって、でまたそこ登り返してきて、小仏城山戻ってきて、日陰沢キャンプ場の方面、駐車場に戻ってきたというふうな形です。今日の走った距離は、走行距離 21.61 キロ、獲得標高、累積標高は、1317メートルでした。時間はだいたい3時間半ぐらい、まあ、休憩時間も含めて考えるとだいたい4時間ぐらい、行けたかなというふうに思っております。その道中で拾えたゴミですけれども、まあこれぐらい、集まりました。高尾山の途中で拾ったゴミです。いいね、コメント、あとチャンネル登録していただけるととても励みになります。日々の様子なんかについては、X だとか Instagram の方に掲載しております、更新してますので、まあそちらの方も合わせて見てみてもらえればななんて思っております。今日は以上、こんな感じです。お疲れ様でした。お風呂を諦めてラーメンに変更しました。この辺で一番うまそうだったんで、中華そば五右衛門さんっていうお店行ってみようと思います。
昨日ラーメンめちゃうまかった、八王子、西八王子の駅の近くにあるんですけどね、なかなか玉ねぎと海苔増しで行ってきましたけれども、めちゃめちゃうまかったですね。中華そばが700円で、海苔増し、玉ねぎ増しで50円ずつで、800円で、あと餃子が400円で、全部合わせて1200円、めちゃめちゃお得でした。いや、今日ちょっと6時半までに子供の迎えに行かなきゃいけないんで、今日はもうこのままお風呂も入らず、まっすぐ帰りたいと思います。お疲れ様です。